認定 NPO 法人ホームドアの川口と申します。私たちホームドアの活動の原点となった一枚の絵があります。それは私が17歳の時に描いた施設の間取り図でした。まあ、当時大阪市内では年間200人以上の人が路上で亡くなっていました。仲良くなったホームレスのおっちゃんがある日突然いつもの寝床にいない、なんかわしにも働ける仕事ないかなって言っていたのにおっちゃんがいなくなっている、たくさんの路上での別れを経験しました。人が死ぬその最後の時、どこの誰とも名前も分からず固い路上で一人孤独に亡くなってしまう、まあ、そんな社会は嫌だなって思って、とりあえずここに来たらなんとかなる、そんな施設の間取り図でした。ここに来たらゆっくり休める個室が用意されてるし、栄養のとれる食事がちゃんといただけるカフェがある、そしてどんな人でも働ける仕事がある、そんな場所がこの日本で、この大阪でたった一つでもあったら路上で亡くなってしまう命救えるんじゃないかな、とりあえずあそこに行けばなんとかなる、そんな場所を作りたくてホームドアを設立して、まあ、シェアサイクルで仕事を作り、5年前には念願だったアンドセンターという宿泊施設をオープンしました。個室でゆっくり休めるお部屋を18部屋用意して、しんどい時にこそゆっくり休んで次に向けてもう一遍頑張ろうって思える、そんな場所を作りたいと思い、まあ、シェアサイクルの事業収益や寄付を集めて運営をしています。ホームドアではこのアンドセンターを中心に6つのステップと言われる6段階に分けた支援を提供しています。まあ、何かというと、路上から脱出するとき、その脱出を阻む高い壁があると言われています。まあ、その要素を因数分解して、ちょっとずつちょっとずつどんな人でもその要素を獲得していけるようなステップを私たちの方で提供する、まあ、それをホームドアのソリューションとして提供しています。よく言われるんですけれども、ホームレスの人ゼロにしたいのかと言われます。でもそうではないんです。路上からただ脱出したいと思ったら、脱出できる機会がある、選択肢がある、チャンスがある、その部分を作っていきたい。で、その選択肢が多種多様であればあるほど、まあ、いろんな人にマッチしていくんじゃないか、そんな思いで活動しています。ちょっとここで活動の説明の動画を見ていただけたらと思います。まず一つ目のステップが届けるということで、ここに来たら大丈夫だよ、そんな情報を届けていく、その一つが夜回り活動といって、お弁当85食4コースに分かれて大阪駅エリアを配っています。で、単に物資を提供するだけじゃなくて、次のステップにつながる、そんなチラシを同封していきます。路上からでも働ける仕事があるんだよ、寒かったね、そんな求人を載せます。お弁当持ってきました。これおっちゃん段ボールしか敷いてへんけど寒ない？はい、じゃあゆっくりしてください、ね、そんなお弁当を受け取って、やっぱ一遍ここに相談してみようかなって、その翌日もしくは何年後かもわからないけれどもやってこられる、それがアンドセンターです。とりあえずあそこに行けばなんとかなる、ビル1棟を借り上げてゆっくり休める個室を無料で2週間提供しています。その2週間の間に次にどうしていったらいいのか、そんなステップ選択肢の提案というのを専門の相談員からしています。天国でしたね。まあ、大げさかもしれないですけど、久しぶりに布団のある場所で寝かしてもらったんで、もう快適でした。もう爆睡です3つ目のステップが暮らしを支える生活面のサポートです。アンドセンターを中心に物資の提供等をいろんな企業さんとご協力でさせていただいてます。これはね、お湯か水を入れて自然に置いておくとご飯になります。でも結構おいしい非常食ですね。それからラーメン黒のラーメン、これも結構おいしいです。シャワーありがとうございます。夏場シャワーあったらすごい助かりますよ。洗濯です。
非常に助かります、この暑い時期だと。一日でシャツとか汗だくになってしまう。パソコンで履歴書を作ってます。就職活動をしてます。4つ目のステップが働くを支える就労面のサポートです。その一つがシェアサイクルハブチャリ、今大阪市内340拠点で展開しているレンタサイクルの進化版シェアサイクルです。こんな感じで英語での対応も頑張ってくれながら、接客、メンテナンス、バッテリー交換といった面で雇用を創出しています。で、他にも駐輪場の管理やマンション管理、清掃といった、企業からの業務委託でもらってきた仕事を当事者の雇用につなげています。特に気をつけてるのは年配のお客さんに声をかけて、出しにくいであろう、もしくは出しにくくなくても声をかけるように心がけています。憩いの場、安らぎの場、オアシス。いやー、唯一今、まあ、帰ってこれる場所、もう頼りにしてる場所、そうなってますよ。生きがいの場所でなりましたね。半年間ホームレスさせてもらいました。だけど世間は冷たいもので、誰も相手にしてくれないし、まあ一旦ホームレスという格好をしてますと信用もありませんでした。人間落ちるところまで落ちたら、そうですね、まずやっぱり食べるものがなかったのが一番の、辛いところですよね。だけどホームドアさんを紹介してもらって、あ、もう一回生きてみようという考えになりました。それは何でかと言ったら、やっぱり命のは大事にしなくてはいけないと。食べ物ももらえる、あ、嬉しいな、こんなに食べ物が美味しいんだというのをまた教えてもらいましたし、今もう物も大事にしています。これからもホームドアさんを応援してください。よろしくお願いします。こんな感じで運営をしています。近年はコロナの影響もあって、相談者数が初めて1000人を突破するということもありました。昨年になって少し落ち着きはしましたけれども、毎日毎日相談に来られる方が絶えない状況が続いています。そして宿泊の希望者数としてはぐんぐん増えておりまして、まあ、今アンドセンターだけでは足りずに、ホテルを予約してそこに泊まってもらうといった緊急的な対応も続けています。動画の中でもあった通り、もう一遍生きてみようって、そんな風に思ってもらえる温かいご飯の提供も2年前から始めました。アンドセンターの隣におかえりキッチンというカフェをオープンして、まあ、一般の方が普通にカフェとしてご利用いただけるんですけれども、プラスアルファ相談者、宿泊者にいつ来てもらっても温かい食事を提供できる、まあ、そんな場を作っています。行政が行っているホームレス支援施設というのは12人1部屋といった共同生活が基本になっています。ただホームレスの人の6、7割が何かしら障害を抱えていると言われる中で、他人との共同生活が障害特性ゆえに非常に厳しい方も多くいらっしゃる。で、私自身ももし自分がホームレスになった時に12人1部屋の生活でもっぺん頑張ろうって思えるかっていうと、なかなかしんどい時によりしんどい状況で、難しいと感じています。そうではなくて、私たちはしんどい時こそ最高のおもてなしをしたいと思っています。しんどい時こそゆっくり休める個室があって、あったかい食事がいただける場所があって、そしてどんな人でも働ける仕事がある、そういう場所を作っていきたいと活動してきました。ただ昨年悲しい出来事がありました。私たちが、活動している大阪市北区で分かっているだけでも4人の方が路上で亡くなられてしまいました。何度も相談においでよって、まあ、声はかけるんですけど、わしはもうええねんって、もうこのまま路上で亡くなっても誰も悲しまへんやんって、もう死なせてくれっていうそのおっちゃんに私は何とも声がかけられませんでした。今年の冬こそは何とか
いつも回っているおっちゃんたちと暖かい春を迎えたいなって思って、冬のサポーターキャンペーンっていうのをスタートしました。生きるか死ぬかでしか考えられへんのもあったから、同じようにテント張ってしてて 2,3 日出ていけへんな思って覗きに行ったら死んでたいうのもあるし、冬の活動を支えるサポーター制度にご協力ください。認定 NPO 法人ホームドアは、誰もが何度でもやり直せる社会を目指し、2010年に活動を開始しました。年間1000名近くの方から新規相談があります。相談者がゆっくり休むことのできる宿泊施設&センターの運営や、相談者が無料でご飯が食べられる食堂おかえりキッチンの運営を行っています。シェアサイクル、ハブチャリを通じた就労支援も行っています。またアウトリーチ活動として、大阪市北区でお弁当を配りながらホームレス状態の人の安否確認をする活動夜回りを行っています。2013年から夜回り活動を続ける中で、関係のできつつあったホームレス状態の人が路上で亡くなられてしまうこともありました。やるせなさやもどかしさを感じても、それでも活動を続けてこられたのは多くの方がご支援くださったおかげです。路上死を防ぐホームドアの活動への応援をお願いします。私たちサポーターキャンペーンということで、毎月一口1000円から応援していただける人を今300人募るというキャンペーンをしています。今282人まで来ておりまして、ちょっと数えたところ、今日18人以上はいるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ今日皮切りに達成できたら嬉しいなと思っております。最後に QR コードを置いておきますので、ぜひサポーターキャンペーン特設サイトをご覧いただき、応援いただけたら嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。